というところで、今日はカーシー博士の Please Understand Me 2より、ガーディアンの子供、はい、SJ の子供はこんなタイプ、こんな風だよっていうので、もしかしたら自分がいるかもしれないし、ご自身のご子息、はい、ご息女がいらっしゃるかもしれません、はい、私はアシュレイホールの学校が大好きだった。私は正真正銘の正方形で良い点数を取り、規則を破ることはなかった。その年、私の友人と私は男の子も女の子もいるグループで旅行することに、とてもそこに馴染んだ、その環境に馴染んだ。今よりずっと楽だった。ドラッグもセックスも暴力もテレビが絶えず私たちに突きつけてくるようなことはなかった。バーバラ・ブッシュ、第41代アメリカ合衆国大統領ジョージ・ブッシュの妻であると。そんなところから、はいはい、真面目な子、真面目な子な感じですね、うん、まあ、真面目、平和が好きな子、まあ、みんなが先生とか大人の言うことをちゃんと聞いて、まあ、安心安全な、なんか場を乱す人もいなくて、ウェーイなやつもいなくて、はい、まあ、ちょっとぐらいウェーイぐらいの感じ、はい、先生がちょっとこっちおいでって言ったら入ってくるレベルのウェーイ。ガレノスはこのプラトンの言うガーディアン、保護者をメランコリックと呼んだと。 SJ の子供たちはおもちゃをきれいに保ったり、部屋を片付けたり、家の手伝いをしたり、親や先生を喜ばせたりと、いろいろなことに気を配っている。おそらくガーディアンは生まれながらにして、いわゆるいい子ちゃんいい子ちゃんであるために、心配性な気質が成熟の基礎となるだろうと。まあ、この心配性っていうところはなんか自分は自覚はあるんですけど、はいはいはい、その子供の頃、4年生ぐらいまで毎日この寝るときに、神様仏様って、はい、今日の夜泥棒が入ってきませんようにみたいなのをやってた僕は SJ ですかね、はい、まあ、でもそれとは違う気がするんですね。好きなこと明日話せますようにとか、まあそういうのも混ぜるんですけどなんかそれとは違う気がしますよね。でも心配性ですよ。心配性の種類が違う感じじゃないですか。 SJ の心配性って、はい、なんかこれはこういうふうにやってうまくいくだろうかみたいな感じじゃないですね。もっと現実的な、今日の夜泥棒がとかじゃない感じが、ここ鍵が開いてたら泥棒が入るんじゃないか、鍵閉めようみたいな、うん、あそこちゃんと閉めたかなみたいな、頭の中のストーリーじゃない、はい、ストーリーじゃない感じはするんです。中森明菜の写真を枕の下にしても、ま、中森明菜は出てきませんでした、はい、すいません。で、このガーディアンの子供たちは、たとえ幼い子供であっても絶えず忙しいビーバーであり、家庭やこの家庭の、管理者、そして友人たちの活動や何かを作るものの生産物の管理者という役割を子供の頃から担っていると。幸いなことに、このような行動は彼らの両親や親戚、教師の多くが行っていることなので、周囲にはお手本となるものがたくさんあると。そして SJ の子供たちが年長者のこうした行動を真似るのはごく自然なことであり、学校に通い始める頃にはすでにこうしたロジカルな役割を熟知していると。戦術的、外交的、戦略的という他の役割モデルの提供をすることは彼らにとっては意味がないと。 SJ ガーディアンの子供たちにこの戦術とか外交とか戦略っていうのは馴染まないし、うまく実践することを期待されると自分自身を嫌な気分にさせる可能性が高いと。他の役割を練習する前に、この SJ の人たちはスーパーバイザーとかインスペクター、プロバイダー、プロテクターといった、まあこれは全て SJ タイプの4タイプの、この後方支援的役割のバリエーションに慣れるまで待つ方が賢明であると。あ、まあそういった事故をギュッてしっかり掴んでから他の役割をっていう話ですね、はい、子供の頃からその戦略的な生き方をさせたりとかっていうのはできないよっていうことが書いてあるんですかね。はい、まあ、それよりもそっちが重要だって話じゃないですか。あ、彼ちゃんとやるみたいな、明日の準備をちゃんとやるとか、彼らにとってはね、はい、
SJ はいい子ちゃんタイプだよねと。誰とでも仲良くしようとするし、いじめもしないと。成績がいいと学級委員長を任されるタイプと。なんかもうこれがいいっていうところに行こうとするので、まあいい子になりますよね。人に優しくした方がいいとか、勉強もちゃんとしなきゃいけないっていう方向に一生懸命向かおうとする。じゃあいじめるタイプって何タイプ？いじめるタイプ、はい、いじめるタイプがあるかどうかわかんないですけど、僕はなんか SJ 今いじめもしないって、まあ別に、はい、あまり意味もないんでしょうけど、はい、この SJ と NF って、はい、あれじゃないですか、組合の人だ、はい、共同組合、協同組合の人じゃないですか、はい、要は共同組合や仲間内、はい、で作る人たちなので、はい、するよと思ってますけどね。彼らも SJ も NF も、まあ、こっちに来いじゃないですか。仲間じゃないと思ったら、でも仲間にしようじゃないですか。でも相入れないとか、はい、あのまあ小中高ぐらいだと、なんかまあ SJ のイメージとしては、はい、怒ってるイメージですよね。なんでそんな悪いことするのって怒ってる感じ。あ、そのいじめとかっていうよりは、なるほど、はい、なるほど。 SJ の子供より、私より、あ、わかる。 SJ の子供が大人っぽく見えるやつ、はい、その大人がやるようなことを目指していく感じですよね。ちゃんとするためにです、ね、ちゃんとするために、明日の準備をちゃんとしてとか、ご飯ちゃんと食べてとかやらなきゃいけないっていうことはちゃんとやろうとするみたいな。で、ガーディアンの子供たちはですね、年長者に対し自分が期待されたことをするよう頼れること、自分が信頼でき、すべきこと、すべきでないことのすべてに責任があることを示すとき、自分自身を誇りに思うと。年長者に自分が期待されたことをするように頼られることですね、すいません。で、自分が信頼でき、すべきこと、すべきでないことのすべてに責任があることを自分が示せるときに誇りに思うと。学校ではたとえ就学前の教師であっても、性格の違いに敏感な教師は SJ チルドレンが自分たちの助っ人であり、教師の意図を推進進めるために自分たちの味方をしてくれ、授業の進行をコントロールするのを助けてくれると気づくと。実際ほとんどの教師、かっこほとんどの教師は SJ ガーディアンであると。このほとんどの教師はガーディアンの生徒がクラスの他の子供たちの良い見本になることを期待していますと。例えば幼稚園では小さな SJ たち、これは半分ぐらいを占めていることが多いと。この子たちは先生に言われれば静かに座って指示を待つが、小さな SP たち、これもクラスの半分ぐらいを占めることが多いは、揉めたりおしゃべりしたり歩き回ったりして、抗いたい、抵抗したいっていう気持ちを SP は抑えるのが難しく、こっちを発散させるのに忙しいと、はい、そしてガーディアンの頼もしい態度はこの学校中ずっと続き、これらの生徒たちはホールモニター、横断歩道の見張り、生徒補助員、学級委員、チームマネージャーなどになる可能性が高いと、はい、まあそんな子なんでしょうね。責任感なんでしょうね。責任感が強いというか、はい、責任に応えたい。僕は一時期 SJ だと自分のことを思ってたんですけど、はいはい、ないですねやっぱりね、はい、この感覚は。やっぱり NF って、はい、自分探しだし、うん、ロマンスの人じゃないですか、はい、もうロマンスしか考えてませんでしたね、はい、これは子供時代もそうだったな。なんか子供時代結構パキって出てる気がしません、はい、大人の頃から子供の時代を俯瞰してみると、はい、こんな子供だったなっていうのって、はい、走り回ったりはしないですよ。なるほど、ここに書いてあるみたいにね、まあ、どこまで遡るかですけどね。まあこれだと、はい、小学校、はい、3、4年とか低学年とか、はい、ぼーっとしてましたよ。ぼーっと自分のやりたいことをずっとやってるみたいな。あ、なんか机の下でずっとこちょ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 、そうそうそう、授業中とかもずっとなんかこうなんかやってたりとかそんな感じ で当てられるとよくわかんないからちょっと、あ、はい、これなんかやっぱ子供の頃はなんか出る気がしますね。はい、気のせいなのかな、 NF になりたがってるだけなのかな。なってもしょうがないですよね。はい、
まあ、なる意味もないです、ね、ないですもんね、はい、結構率は外交の NT ですと。ふみんごきげんよう。権威にうまく取り入るのを本能的に身につけているんじゃないですか。まあ多分そうだと思います。まあ、そこに向かいたいって思いがあるって話ですよね。あ、そうで、川島の話だと、はい、そうですね、うん、でそういうタイプになるとも書いてありましたね、はいはい、僕も取り入ろうとしてますけどね。はい、で言うこと聞きます。なるほどね、その辺ですね。あの二等兵の権威は多分自分に取り入れるものですよね。自分がアップデートするためのものみたいなとか、まあちっちゃい頃考えると結構僕も、はい、なんていうの、先生に、はい、気に入られよう気に入られようみたいなのをやるわけじゃないですか、はい、それやってた中もあるんですね。でそれなんか SJ は責任ですよね、はい、そうですね、はい、確かに気に入られるためになんか身の回りのものをきちっと揃えるとか、掃除をちゃんとするとか、まあ、勉強をちゃんとするとか、うんうん、人間性を好きになってもらおうじゃないですもんね。好きになってもらおうですよね多分僕のこと好きになってみたいな。確かに、はい、SJ さんのその真面目さは、はい、好きになっ、いや好意ではないんだ、好意なんて言うんだろう、はい、いいやつだなって思われることが、はい、得するなって思ってやってるわけじゃないですか、こっちは。そう、得しなくてもいいですよね。得しなくてもやるんだこれを。二等兵は僕は二等兵 NF 二等兵は、はい、好かれるためにやりますよね。好かれることがゴールみたいな。好かれることで要はまあ、はい、何が得かを考える、はい、で自分が 得だから好かれようじゃなくて逆だと思うんですよね。好かれようっていうのに得だからって理由をつけてる気がするんですよ。照れ隠し、照れ隠しなのか本当にこの人に、まあまあ、そうね、はい、でもまあそれは本能的 に、それが自分が生きるにあたって、はい、それが心地いいを定義とし、得という定義とするならば、はい、そうなんでしょうね、はい、でそれがSJ だとその権威、権威を身につけたいみたいなところですよね。身につけたいんだ、はい、でまずは手っ取り早く権威の方に向かっていくみたいな。でそれと同じ行動をしますよって話が書いてありましたね、はいはい、責任ですよ、権力とかですよねああ、はい、いや僕も権力は持ってみたいなとは思うんですけど、はい、まあ、ちょっと願望みたいなところじゃないですか、うん、それよりも大事なものがあるだろうとははい、はい、なるほどね。 NF こんな感じですよ多分今見てくださってる方で、はい、二等兵に共感されてる方がいるなら、はい、あなたは NF です、はい、いや僕も取り入ってたよ、でも見事に差が出ましたね、はい、SJ さんとの、はい、SJ さんは大人の真似をしてそうやることが、はい、まあ、地位を作っていくみたいな話じゃない、安全だし、はい、っていうことですね。でそれを別に僕期待されなくても、はい、やるし、期待されたら嬉しいし、それを果たした自分が嬉しいみたいな、はい、なるほど、まあ、世の中の責任を一つずつ身につけていくことで自分が成長していくみたいな感じじゃないですか。一歩ずつ、はい、一発逆転とかじゃないですはい